リャザン市電はかつてロシア連邦のリャザンに存在した路面電車。郊外の工業地帯と市内中心部を結ぶ交通機関として1963年に開通したがソビエト連邦の崩壊後の利用客の減少や財政面の悪化により2010年に廃止された。2007年時点の路線、電停ロシア連邦の工業都市であるリャザン市内に 路面電車を建設する計画は、ロシア帝国時代の1910年代から存在しており、ドイツの実業家によるプロジェクトの提案や、リャザン市当局による大規模な路線網の計画が行われ、後者は建設費用や営業運転開始後の利益などの見積もりも実施されたものの、これらは全て実現することはなかった。その後、リャザン市内に、 路面電車を建設する計画が再度動き出したのは、ソビエト連邦時代の1960年、同市に大規模な製油所であるリアザン声油所が開設されたのがきっかけであった。郊外に位置する製油所へ向けて労働者を運ぶ公共交通機関が必要となったが、当時のリアザンでは未舗装の道路が多く、導入コストの高さも問題となり、 当時、リャザン市内で運行していたトロリーバスではなく、路面電車の建設が決定した。そのような経緯もあり、1963年1月2日に、開通したリャザン市電は長らく、リャザン製油所によって運営されることとなった。ソ連時代のリャザン市電は、多数の利用客を抱え、製油所のみならず、リャザン各地の主要な地域や工場を結ぶ、交通機関として活躍した。 ラッシュ時には3分間隔の高頻度運転を実施した。他、多数の車両を運用するため車庫は2カ所に存在した。車両についてもボギー車の増備が行われ、ロシア連邦成立後初期にも新型電車の導入が実施された。1980年代には、さらなる路線網の拡大も検討されていたが、実現することはなく、開通から廃止まで、 ヤザン市電には一つの路線のみが存在した。1990年代のソビエト連邦の崩壊以降は、経済の混乱により、ヤザン市内各地の企業は、倒産が相次いだほか、沿線の工場も労働者の輸送手段をバスへと切り替えるようになり、ヤザン市電の利用客は減少の一途をたどり、市内中心部へ向かう一部区間が廃止された。また、資源の運営権についても、 同年代初頭に、リャザン製油所から有限会社のリャザン軌道へ移管されたが、同事業者は、リャザン市当局が関わらない企業体だったこともあり財政はさらに悪化し、実際の運用コストよりも低い収入も白車をかけることとなった。そして、財政面で困窮したリャザン軌道は2007年1月に路面電車の廃止を表明し、一時的に運行が停止する事態に至った。 この時点では運営権を死に譲渡することで合意されたことで運行が再開したものの利用客の低さや悪化した財政は改善せず最終的に路線バスへの置き換えが決定したことで2010年4月15日をもってャザ山市内から路面電車は姿を消した末期は市内中心部と工業地帯を結ぶ一つの路線内で二つの系統が運行され運賃は8ルーブルであった 廃止時に使用されていたのは、ソ連時代に多数が製造された、KTM-5 と1990年代初頭に生産された最後の造備車である、KTM-8 であった。ありがとうございます。